共同通信によりますと通常国会の閉幕を受け自民党は9月の総裁選挙へ事実上を突入し自民党総裁の安倍総理大臣は連続3回目の当選を目指して基盤固めを急ぎます安倍総理は20日の記者会見で憲法9条に自衛隊を明記する憲法改正への決意を訴え総裁選挙では大きな争点になると強調しましたはいそこまでいいんですが、はい、えっとどうして安倍総理が記者会見したかは ご,ご存知ですよね。ど,どうして？はい。ああ、えー、ど,どうしてでしょうか。総理というのはあの節目にしか、ね、会見しないです、うん、はいはいはい。官房長官は、ええ、ああ毎日午前と夕方に会見するんですけど、はいはい、総理というのはあ、まあ麻生さんに限らず出来たらみんな節目にしか会見しないんです。はい、い。いかがですかな。なぜ総理は会見したか。 おお子ちゃんもいかがですか。こここマイクあるよ。ここ。マイク使えますから。ああ。生きてますから。お父さんに相談してる。マイク生きてますから。もしよかったらどうぞ。ごご縁連絡どうぞ。大事な時なので。ああ。なるほど。ちょっとた拍手。はい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 。そうですね。確かに。確かにその通りだ。大事な時確かに大事な時に会見することもあるんですけど、お今回は。 通常国会終わったかかららですねははは、うん、だから、はい、大事な時だからっていうのはあの別に外れてるわけじゃないんだけど、はい、え長かったあ延長国会が、うんうん、終わりました、はい、で国会終わりっていうのは大体総理が会見するわけですけど、はい、それで、えー、7月の半ばに通常国会終わってこれからお盆、はい、でこのあとは9月に自由民主党の総裁選があって、はいえー で多分まだ決まってませんけど、はい、多分その後に秋の臨時国会いうのをやるんですよね、はい、だから、その国会を終わったのを受けて、まず通常国会では、憲法改正の国会発議ができなかったんですよね、はい、で総理は本来やりたかったわけですから、それできなかったことについて触れるのは当然だし、それから、えー ますますね、ええ、あ自由民主党の総裁選挙で各候補の憲法改正についての意見が戦わされるのは当たり前なんですよね。うん、これね、あのー、この共同通信の記事は、まあ、淡々とした記事だけど、ええ、多分あの今日お見えの方々は朝日新聞読まないと思うから <laughs> 毎朝国名に読んでる僕から報告するとですね <laughs> はい、はい まあ、これ朝日新聞はすごく長い記事を書いてあの記事のニュアンス僕も元記者ですからあの記事のニュアンスは正確につかむつもりですけれども記事のニュアンスはね、なんと、けしからんねこの長い通常国会で憲法を改正発議で,できなかったのけしからん総理の言ってきたことと違うじゃないかと、ね。 でそれはひとえに安倍総理が悪くて、<ー>えー、盛りかけで、はいえー、説明が不十分だから、ずるずるいったんだと、うこういうのをです、ね、またあの問題発言、国会終わっても問題発言いたしますが、いでに言うとあの、なんで今日僕はまだここ終わったのに、議員バージュつけてるかというと、僕は国会終わっても、このまま今日も国会行きます、はい、その理由はあと、どりで、後でとどりで申しますが、話を元に戻すと、ですね、はい、問題発言するとですね。 こういうのを「ヌズっと武田家」って言うんですよ <laughs> まあ年々のためにもう一回言いましょうか「はい、ヌズっと武田家」は子供の前ですからお子 <laughs> <laughs> 様の前だからあんまりこれよく言うわけですよ阻ん,んで阻止して議論させなかったのは朝日新聞と NHK と組んだ野党なんですよ、えーえー、そうですよ毎、ねね、日新聞その他もなさってましたが影響力は小さいので、まあ、影響力のあるところでいうと順番に言うと NHK ですやっぱりね、うん い、あのー、まあ、だに忘れられない、まあ、若い事件記者だった時に徳島の山間部で事件あって、はい、あのそこに取材にマニ毎日新聞の人と一緒に行ったんですよ、えー、そしたら毎日新聞知らなかったおばあちゃんが、えーうん、それでもう共同通信知ってるかって聞くのやめましたでおば,おばあちゃんあの何をご存知ですかって聞いたら NHK と徳島新聞だったあ<ー>であれから何十年だけど どうも NHK の影響力ってそれぐらいあるんですけどね、うん、NHK の報道ぶりも困ったもんだけど朝日新聞はもう徹底してでってです、ね「ぬすっと武田氏これ3回目やね、はい、今の意図的なんですが「ぬすっと武氏っていうのは、まあ、本来はあの言わない方がいい下品な言い方かもしれないけど、うん、やっぱりあの別の言い方とするとマッチポンプなんですよね、はい、マッチポンプって古い言い方ですけど要するにマッチ吸ってこのパソコン燃やすと、はい、ね で自分で燃やしときながらその <laughs> 早く消せ早く消せって消防ポンプ早くもう古い,かいう言い方が <laughs> 消防ポンプなんてもうないだろうけど、うんまあ、マッチポンプでもあるんですよ、それであの憲法改正がいいか悪いかについては当然、はいえー、国民の間で、えー、議論しなきゃいけないんでそ,そのために憲法の第96条に国会で決めるだけじゃなくて、はい、国会で決めることは単に提案すること、これ難しい。 あの言い方で言うと、ほつぎって言ってるわけですよね、はい、今日夏休みでやっぱり、あの子供さんいらっしゃるんで、改めて書いておくと、あのほつぎですよね、ちょっと承諾して申し訳ないけど、時間がないんで、これ、あのいい言葉だと思うんですよ。はい、というのは、その議論を発するってことですよね、いいいいだから、あの国会だけで決めないで、国民で議論してもらって、その最終的には国民投票で決めると。<ー> そういいいことは国会でで必ず議論しななきゃいけないわけわす、えー、とか朝日新聞の記事ですねその皆さんがいやいやもう一回読まなくてもいいようにあの <laughs> 僕から丁寧に説明しておくとですね <laughs>、はい、朝日新聞が特に問題だ問題だっていうふうに書いてるのは憲法審査会でほとんど議論できなかったって書いてあるわけですよで国会っていうのは皆さんご存知の通り委員会っていうのがあって。 で委員会でまず決めてそのカジノでも何でも委員会で決めてそれで本会議に挙げて最終的に決めるわけですけどその憲法だけは重要だから委員会のことを憲法審査会、はいはい、でそれが衆参両方にあってこの委員会と同じように過半数で本会議に挙げるわけですで本会議に挙がった後は憲法以外の全ての法案は過半数で決まるんですけどお賛成が半分超えたらそれで 成立すするわけですけでど、はい、憲法だけはご,ご承知のように3分の2以上という厳し,いなって厳しくなってて、はい、しかもそこから国民投票発議,発議するだけで、はいえー、国民投票に行くわけですよね、はい、で話を元に戻すとその憲法審査会で、えーはい、議論しないとそもそも始まらないわけです、はい、でこれは別な規定があってその 衆参でそれぞれその100人以上、50人以上の議員の賛成があったら発議できるってあるんですけど、うん、これあの、山田博史さんとか、僕と考えが近い人が頑張ってて、僕も基本的な賛成だけど、はい、でもこれで無理に国会に出しても、うん、例えば公明党とか乗ってこなかったら、結局三振に取れないから、はい、なかなか難しい面もあるんですよ、試みるってことはいいと思いますけどね。はい、ちょっとあのち あの小学生にはまだ話厳しいかもしれないけどでも分かるところは分かってもらいたいんですけれどももう話し元に戻すと憲法審査会で議論することが大事で<ー>ねで、その議論しなかった理由っていうのは本当は<ー>一切関係ないんですよ憲法審査会で、えー、森友学園事件とか<ー>い,やいわゆる加計のことをやるわけじゃないんでこれあの朝日にもそう,そうは書いたんですけど。 要するに、盛りかけで野党がこんな内閣と憲法を話しするわけにいかないと言ってできなかったと、だから朝日の論理だと、だから安倍総理が悪いになるわけですよ、ね、あるいはあの公文書の改ざん問題も書いてあるわけですけど、公文書の改ざん問題は極めて深刻なことだけれども、でも憲法改正と関係ないんですよ、ね、でもっと言うと、その時の総理大臣が誰か。 あるいは、何々閣下によって、その憲法改正ってことが完全に左右されてしまって、入り口に入れないんだったら、それは全く本末転倒であって、話にならない逆さまの理屈なんですよ。で、しかも、森も、賭けも、ね。で、もあえて言うと、公文書偽造あの、偽造問題、改ざん問題も、全部朝日新聞の仕掛けなんですよ。うんそうでしょ<ー>それで、国会終盤にはですね、国会終盤には、まるで政党の、まあ、国会終盤の前から政党機関紙、 として働いているしか見えなくてというのは、これ、真相を解明しなきゃいけないけども、議員長の古谷さんのこととか、総務大臣の野田さんのこととか、朝日新聞は否定するかもしれないけど、僕なりに朝日新聞に地位いますから、そこから、そこはがとなく伝わってくる情報によると、要するに、急に国会終盤にそういうネタが入ってきたんじゃなくて、準備しておいて、タイミングを見ると、明らかにずっと戦意的に動いてるわけです。その目的は 政党の機関紙と言わざるを得ないのはもう明らかに二つであって、一つは憲法を議論させない、憲法をちゃんと議論して、朝日新聞や共産党やねえ立憲民主党の主張するように、憲法は一時一句永遠に変えちゃいけないんだっていうのは、本当だと、うしろ主張すればいいし、僕らが普通に言ってる通り、それは占領下の日本で決められた憲法であるから、占領ははるか前に、僕が生まれる前に、僕のような年齢でも生まれる前に終わってるわけですから。 新しい憲法を子どもたちのためにも作るべきだというのは、どっちが本当なのかっていうのを、町長々発信、議論するのが当たり前で、そうじゃなかったら、なんで国民は1日3億円も国会審議に使わなきゃいけないんですか、それで僕は国会議員になる前に、国会に会期があるのも良くないと、通年国会にすべきだと、そして言ってきたわけですけど、これ、現状で通年国会にするとですね、あのような国会を。 さらに続けるんですか、<ー>ね、それ考えたら、まずその国会の審議をまともにすることが先決であって、でそのもし国会に人気がなかったら、あ要は採決もい,つまでもいつまでも延ばされることになってしまうでしょう、ょ十分もう議論しましたから採決しましょうならないんだもん<ー>、ねで、自由民主党の方も問題があって。 もうそれが前提だから、その審議時間をなるべく、いや、これは国体はなるべく長くしようとしてるけども、雰囲気としては、そんな長くやっても同じだっていうふうにもうなってるじゃないですか、それと与野党ともに問題がはっきり言ってあるわけですよねで、それを踏まえて言うと、現状で通年国会なんかできないけれども、でも、何を一番議論すべきかというと、あくまで憲法なんですよ。そそそれれははの いつも同じことを言ってるわけではなくてトランプ大統領が世界を叩き壊してるでしょトランプ大統領が壊してるのって英語で3文字が多いんですよ。英語で3文字だから例えば WTO そうでしょ世界貿易の仕組み WTO そうだし NPT 核不拡散実際は北朝鮮核保有国これでなってしまうから今のままいけばですよ NPT でありあるいはあの 新しい仕組みだけど TPP であり、<ー>ね。で、それは全部で合わせて言うと、国連が作ってきた仕組みを壊すことであり、はい、国連ということは、つまり先の大戦で、<ー>今日いる全員が生まれる前に終わった戦争ですけども、<ー>先の、見てらっしゃる方は経験された方もいらっしゃると思いますが、要するに先の大戦で唯一勝ったのは本当はアメリカだけだから、アメリカが作ってきた敗戦後の仕組みを全部トランプさんは、もうこれは、 あいわば賞味期限切れだという主張をして全部他のニュースも出てきますが叩き壊してるわけですよ。ね、ということは日本は敗戦国に甘んんじてきたんですよいつも言ってる通り敗戦国が利権になってるわけですよ。<ー>戦争に負けて資源のない国だから、ね、<ー>あとニュースも出てくるんですがアメリカの言うことを聞いて石油天然ガスを高く買いましょうとそれでしょうがないでしょうと国民もむしろ賢いから確かに戦争に負けて資源がないからしょうがないってことを受け入れてきたでしょ。<ー>日本国憲法も そそののの仕組みの中にあるあるるいはその大元なんですよだからこれは、イデオロギーとか、五軒派とか、改憲派とか、もう懐かしい言葉はもう全部いらなくて、要は世界が変わってしまってるんだから、それに合わせて作られた日本国憲法も変わらなきゃいけないっていうね、あの、小学生ですよね、きっと。そうでしょ,しょ小,学小学生が中学校になり、高校になりというように。 経ていくのと全く同じことであって、うん、何も憲法だけは特別なことじゃないんですよ、はい、だから従って話を元に戻すと、うん、総理がその秋の総裁選挙で、えー、この国会で発議できなかったからこそ総裁選挙ではちゃんとまず自由民主党の中できちんと、うん、お意見を戦わ,なさけ戦わせないといけないとおっしゃったのは、うん、全く当たり前のことであって、はいうん、それをとらまえて、はいて、えー、総理はけしからんっていう長い記事 が書かれるっていうのはもう本当にあの中立公平を掲げてきた日本のオールドメディアはもう仮面をかなぐり捨ててるとも言えてね朝日毎日を中心にそう言えてえむしろ産経新聞は右寄りだって言われるけど国際基準から言ったら全く普通の新聞ですからねはいこのあとニュースもありますが「君はちゃんと先生は子供に教えましょう」って言うんですそれ国家を子供に教えない学校の先生っていうのは。 これ僕たちの前で申し訳ないけど日本国以外には全くありませんからねで,ねで敗戦国は世界中敗戦国なんですアメリカだってベトナム戦争で負けてるんですよ<ー>アメリカはベトナム戦争で負けた後に、えー、教師が国家を教えなくなったんですか、ね、もう本当にあの僕が言ってるのはごく普通のことをやむを得ず言ってるだけなんであってこのニュースから、まあ、朝日新聞読んでない人にはあ,のある意味新鮮な情報だったかもしれませんけれども あのあ改めて、この、うん、延長国会、延長までした国会で、えー、憲法が、憲法審査会で野党が嫌だ嫌だってうだけで、えー、全然、はいまあ、ほとんどって言いたいけど、本当は全くと言っていいほど議論できなかった、そのこととおやっぱり結びつけて、はいえー、有権者はきちんと考えてほしいんですよね。はい、だから、すべての法律について、本当はそうですけど、その おまあ、残念、残念って言っちゃいけないから、今、僕は国会に出てるわけですけれども、あの残念って言ったのは、みんなの側にいたかったわけですよ、死ぬまで、ね、でみんなの側っていうのはですね、あの主人公なんですよで、代理人ですからね、国会議員は、はい、安倍総理も含めてで、したがって本来は、そのどんな法律を作るかとか、カジノを含めて、あるいは公選法改正、今国会で問題になった法案を含めてですね、 本当は国民の側から声が出るべきで、えー、そうすると例えば今回の今日のニュースに項目ないけど公選法改正で言うとね、はい、ますます分かりにくくなったじゃないですか本来はこれも憲法改正で住民とやろうとしたわけですよそのことは僕は断固支持します、はい、というのは、うん、そのちょっとまた話がお子たちには難しいかもしれないけどまず誰でも分かることを言うとどんどん人口が減ってて 例えば小学校でいうとクラスの人数が減ったりクラスが少なくなったりしてるんですよどこの小学校でもね、まあ、東京だけは別として東京を除くところはそうなってるわけですよ、うん、それで例えば日本海の沿岸とか、はい、それから四国とかでそれ厳しいから今まで参議院議員がその島根県と鳥取県、うんね、徳島県と高知県それぞれちゃんと出てたのがもうあのそうしてると一票の格差がどんどん大きくなって 最高裁からいろいろ厳しいことを指摘されてるし、えーえー、やむを得ずだからし島根鳥取と東からいうと鳥取島根とそれから徳島高知をそれぞれ1区の 1>, <ー>1つの選挙区にしてしまって、うんえー、例えばその地元の候補が落ちると、えー、あのよく知らない人みたいになるっていうこと。うん 憲法を改正して、参議院については、衆議院は違いますよ、衆議院はまあ小選挙区では全然違うんだけど、参議院はそのどんなに人口が減っても、1県1人は参議院に代表を送り込めるようにしましょうという憲法改正をやろうとしたのが、9条だけじゃなくて、緊急事態にどうするかも全部含めて、とにかく憲法改正って言った瞬間に、ですねまるであのおーおー世の中で一番悪いことするみたいに言われて、何も議論できないから、この件も全然議論できなかったわけですよ。 ところが来年7月に参議院選挙があるわけです。ちょうど1年後に。<ー>ね、それで、選挙制度どうするかって必ず1年前に有権者に知らせないといけないんですよ。そうすると、もう,もう1年切るでしょ。で、憲法改正できるんですか全くできないじゃないですか。<ー>で、しょうがないから、苦肉<ー>、まあの策で今回のような非常に分かりにくいあの選挙制度になるわけですよね。<ー>でもうあの、その選挙制度の詳しい話は、まあ、今日は省略しますか ね、今日は省略するけれどもこれもですねちょっとあの有権者にもちょっと厳しいこと申し上げるとねその2年前に僕が出た参議院選挙を考えていただくと僕自分が候補者になってよく分かったんですけどあれ参議院選挙ってねあのえっと今11歳ぐらいかな1 2十二ねだからあとたった6年で投票に行くでしょねであのだから子供たちにとってもすぐ 明日のの問題なんだけどあの僕が出た選挙の時にね比例代表は政党名書いてもいいし、ね、個人名書いてもいい <laughs> どっちでもいいと、ね、こんな分かりにくい話はないんですよね,、うん、すねそれでですねちょっと自分のことを申し上げて申し上げないけどでも自分に起きたことだから一番よく分かるのはあの投票日7月10日だったんですけど、はい、前日の7月9日にですねあの たたくさんんテレビ局と新聞から電話があったんですよ。えー、それまで全然ないんでですよ。それまであの僕という候補者はこの世に存在しないことになったんです今議員になっても存在しないことになってるけど <laughs> 突然前日にむちゃくちゃ電話かかってきたのはその日までにね、えー、期日前投票で出口調査やってるじゃないですか、えー、投票は翌日だけど、えー、期日前投票で比例、あのーはい、代表はだあどうしましたかっていうの聞かれた時に。えー 出てこられた方が青山茂治っていう人を書きましたと、はい、いう方がものすごく多かったほ<う>でちょっとここまで言っていいのかなと思いつつ、うん、まあ起きたことだからあれの周りに言うとですね、うん、あのシミュレーションすると、はい、要するに100万票から、うん、20万から130万票ぐらいになると、うんね、それであなたは公示、ね、いやいや日の直前に出馬表明して、うん、しかも それ全員聞きましたねで一部の記者はあのちゃんと勉強してくしてて、はい、団体指示も断りましたねと、ええ、それでどうしてこんなに票が出てると思いますかと聞かれたから、はい、知りませんと、ね、<laughs> 普通のこと言ってるからじゃないですかとで、えー、中にはそうは言わないけど言いたそうにこうニュアンス伝えてくるのはあなたみたいなあの極論がなんでこんなにたくさんね <laughs> あの指示があるんだみたいな そうは言いませんよ <laughs> いや僕もだ記者出身だから相手の手の内よく分かるんで答えを引き出したいんだなと思ってまあ答えて <laughs> 逆に答えてあげようと思って「<laughs> いや普通のこと言ってるだけです」と「普通のこと言ってるからじゃないですか」ということを言ったら見事に全く記事にはされませんでしたけどね <laughs> これなんでこの話したかというとですね <laughs> ところが実際に歌を上げてみると万票だったわけです <laughs> それで、えーまあ、これもはっきり言って申し訳ないけど同期で申し訳ないけれども既祷権益 の団体の指示を受けた人が一人だけですけど上にいらっしゃったわけですよねで<ー>これどうしてかっていうことをですね、うん、あの僕はこれ良心派の記者だと思うんですが、うん、フォローアップした記者も少数だけどいらっしゃるんですよ、うんね、フォローアップは非常に難しいんですけど、うん、だいたい出口調査って住所を聞くわけじゃないから、うん、ね。非常に難しいけどあのコツコツ取材した人がいてですね、はい で結局そういう人も記事にはしてもらえないんだけれども会社の中の問題,問題っていうか青山茂晴はいないことにしなきゃいけないから、ね、予算委員会の質問もなかったことにしなきゃいけないからでもきちんと取材した人からたまたま最近こう複数話僕は聞いたんじゃなくて向こうから話があったのはつまり自由民主党あるいは自民党と書いて青山さんに入れたつもりだったとねどっち書いてもいいってことは、まあ、そういうの受け止めたわけですよ で、よく考えると自民党って書いただけで青山と結びつかないっていうのは分かるかもしれないけどでもこんな一覧表が貼ってあって、うんえっと、僕は3番目ぐらいに書いてあったかなその5億対象の人が先に書いてあってね、うん、名前の名簿の3番目かそこら4番目ぐらいに書いてあったんですが、うん、ま表まで出てると、うん、自民党って書けば振り上げてくれるのかと、うん、とっさに思う人がいっぱいい,いらっしゃってもおかしくないどころかおそらく推定4050万。 本当は60万票前後まで可能性あったわけですよねでもう一回言いますよ僕の話をしたんじゃなくてこれつまりあの僕の選挙はもう終わってますし仮に2回目あるとしてもまだ4年後ですからそれを言いたいんじゃなくて今の制度自体がこれだけ分かりにくいわけですよところが今回あの今国会で成立した公選法改正によるとですよこのどっちを書いてもいいことは変わらないんだけどね 政党が好きなだけ、はいね、そのお有権者があ個人名書いてなくても、ね、例えばお折島一平って書いてなくても、はい、この折島一平さんを特別枠にすると。で折島一平 折島一平っちょうと悪いのかなカメラマンの方の名前何でしょうカメラマンだからいいってわけじゃないから、ね、じゃあまあ折島さんに戻すと、はい、折島一平って書いた人が、はい、あのそんなの多くなくても、えー、これは特定枠だから当選するっていう枠を作ると、えーえー、それも作る作らないは政党の自由だとだから国会で揉めたから住民人が作るって言ってるけど野党はみんな作らないって言ってるわけですよ、はい、ね。えー、っと政党によって政党が違うってことにも実はなっちゃうわけですよ それで、住民、人が言ってるのは、と、うん、いうかあの、僕ら議員にも突然説明があったんですが、うん、参議院の議員総会っていう場で、突然説明あったから、うん、あの先輩の人々はみんな質問しないんですよ、これなんか聞いたら悪いのかって雰囲気は明らかにありました、うん、こういうのも実は党内では問題発言なんですよ、<laughs> でも明らかにあったから、逆に僕は失うものないですから、はい、手を挙げてるですね。<laughs> 元気よく手を挙げてね小学生と同じ僕は東大でもとにかく手を挙げろって近代でも先生みたいですねそうですはいはいですってねっで当ててもらったんでこれちゃんと当ててくれるんですよ備したらさすがにねどうせ問題発言するに決まってんだけど必ず当ててくれるんですよどうせってはいどうせ問題発言ですよで僕が聞いたのはこれは今はその5億対象の方で その例えば人口が少なくなった県でも送り出さなきゃいけない、うそういう人を特定枠にするって言っておきながら、ね、例えば参議院は僕だけじゃなくてあの、はっきり物言う人多いんで、実は、住民、人の中ではコントロールをかないってことになってるわけですよ、だから、そのコントロールを聞くように、党がですね、例えばああ、青山君はほっといてね、これ問題児をほっといてこう、特定枠、つまり言うことを聞く人をこうやって広げる、だって法律はそれ自由なんだから。お ねうん、そうすると、今度は制度をみんなが理解して、えー、例えば僕に100万票入っても青山君落選、それは極端だけど、ね <laughs> あはい、それもあの、そういうことはしませんねと聞いたら、えー、しませんって答えだったんです、えーうん、絶対にって言葉を使ったから、まあ、ニュアンスとしては絶対しませんだったんです、はい、ところが国会の審議にかかったら、ですね、うんえー、これはの、政府じゃなくてあの、議員立法ですから、自由民主党の人が答えるんですが、えー あの真面目な議員ほどですね、うん、いや、これは制度としてはあり得るって話になったわけですか、ね、だからうちの政策者なんか大変心配して、ですね<ー>あの例えば僕を信頼している有権者を裏切ることになるんじゃないかと、うん、でいや、僕はこれからも党に対してあの、議員総会で言ったことはちゃんと守ってくださいって言うよと、はいね、でこの話ってあの、こういうのメディアに出てこないから、今、あえてお話したんですけど、根っこをたどればですね。 そもそも2年前のあの分かりにくい選挙を経てね自分は青山茂治と書いたつもりなのによく分かんないから自由民主党と書いたこれは制度が問題でどっちかに1回と、はい、1> <laughs> 特定枠とかそんな逆方向に行くんじゃなくて、えー、分,か分かりやすい話にしろと、うん、それからその合区問題も憲法改正でちゃんと国民問えと、えー、うわーっと有権者の側から、はい これは昔と違ってこの炎天下にでもする必要なくていつも言ってる通り SNS っていうねこれはあの子供たちにとって友達関係壊したりね僕自身も SNS って短いメッセージだからあのお互いに言葉足らずになってちょっと人間関係おかしくなって僕でも起きるんですよつい最近もありましたよなんだこういうことを言ってたのかとお互いに顔合わせないとわからないねだからインターネットは必ずダークサイドがあるんですよでも 良き面もあって、とにかく手間をかけずに、で、総理官邸は、実は来るやつはみんな読んでるし、それから各政党も、うん、全部読んでます。返事が来ないからといって、がっかりしないでくださいね。自分が報われようということじゃなくて、国のため、国民のためを思って、できれば投稿してほしいんですが、それが山のように来てて、サーバーがパンクするぐらい来てたら、やっぱりこんな公選法改正で、 1>, この1回だけ乗り切ろうとする、ね、これ1回だけならいいけど、それが永続化すると僕はおかしいと思う、やっぱり憲法改正でちゃんと、あのー、参議院、えー、僕は本当はもっともっと人数少なくていいと思うけど、例えば47人でもいいじゃないですか、うん、ほ本当に。牛入りの数みたいですね、労 <laughs> 使の数みたいですね、<laughs> それは関係ないですけど、<laughs> いやいや、さすが口座に上がってらっしゃる、<laughs> 話をもっと戻すと、<laughs> はい、やっぱりお互いに足りないと思うんですよ。あのー みんなの中にいたかった僕があえて国会に行ってみて思うのはさっき、住民主党の問題点も言いましたけれども、はい、この野党の方が憲法の論議を避けようとすることもおかしいしだ、はい、から、住民主党がとりあえず当面の策で乗り切ろうといつもすることもおかしいしそれから国民の側から何が国民の希望なのかというのが声としても手段があるのに上がってこないというね。 この今国会で憲法改正はもう全然放り投げられて、うんえー、そのために、例えば救助の改正が遅れて、拉致事件の解決に悪影響を間違いなく及ぼしているし、うん、それから来年の参議院選挙で、僕が経験した2年前よりもっと分かりにくい参議院選挙が行われることになってしまったし、<ー>えー、これぐらいその悪影響が及ぶということをです、ね、はい、例えばこういうニュース一つからも、汲み取れるということをね、<ー>一番分かっていただきたい。